1713年イギリス総選挙は、1713年に、クレートブリテン王国で行われた、議会庶民委員議員を選出する選挙である。与党のトーリー党が、議席数を伸ばした。クレートブリテン議会は1707年に、イングランド議会とスコットランド議会が合同した時に、成立した。ジャントー率いる政府が倒れた1710年以降、ロバート・ハーレー率いる、 新政府は中道政策を取り、論争を招く政策を避けようとしたが、反非国境と政策を取ろうとした、トーリー党の急進派であるバックベンチャーは、支持を得られずに憤慨していた。ロバート・ハーレーの政府が、スペイン継承戦争を終わらせる、ユトレヒト条約の締結に成功したことで、有権者の支持が得られた。 これによりトーリー党は議席を伸ばしたが、ハーレーは同時に急進派からの突き上げに悩まされることとなった。イングランド及びウェールズでは35%にあたる94選挙区で選挙戦が戦われたが、これは党派間の緊張が緩和したこととホイッグ党が勝ち目がないと考えたことが理由である。グレートブリテン議会が存在した前期間を通して区割りが変更されることはなかった。 総選挙は1713年8月22日から11月12日まで行われた。この時代の選挙はすべての選挙区で同時に行われず、各バラや軍でバラバラに行われた。ありがとうございます。